Thank you.
かった。全員集まってくれてたんだな。そりゃあタクマが必死で頼みに来るからさ、無視する。さっきまであれこれと悩んでいたくせにか。ああ、それは言わない約束だろ。タクマくん、心配ばかりかけてごめんね。私もう大丈夫だから。バッチリ復活したんだよね。そうか、よかった。ハルとミユキもちゃんと来てくれてありがとな。うん、うん。それで本題のミユちゃんの救出の件だが。それについてはまず俺から一つ言わせてくれ。本当は妹のためにみんなを巻き込みたくはなかったんだ。なのに。うわー、マジかよ。あのカイトがすまねえだって。ミノル、茶化すな。そうだよ、カイトの真剣な気持ちに水を差したらダメで。ミノルって本当調子者なのね。わかんないかな。俺はね、ねえカイトくん、私たちにもし、むしろ謝る。一刻も早く助けに行きたかったはずなのに、集まるのが遅くなっ。いや、昨日のこともあったから。そういうわけだから、みんな。ああ、ちょっと待ってくれ。この状況で言うのは申し訳ないが、修士、今のそのままの意味だ。化け物の敵に正体不明の霧、亮と同じように、もしかしたら。なんてこと言うの、修二さん。あ、僕は客観的な意…ミユは助からねえってのが客観的な意見だっていうの。おい、暴力はやめろよ。ハルとミユキもいるんだぞ。怖い、怖い。悪いけど、そいつの言ってることだけは認め…僕はここにいるみんなの命にせ…リーダーとして慎重な判断を下す必要が…何がリーダーとしてだ。なも、ただお…おいカイト、やめてやれ。僕は、お、君のような無鉄砲な人間にはわからないかもしれないが、年上には年上とし。シュージもやめてよ。うるさい、お前は黙ってろ。シュージさん、ちょっと落ち着いてください。カイトだって兄としての責任があるからこそ必死なんですよ。そいつみてえな軟弱な野郎、兄貴の責任の大きさってもんが分かってたまるかよ。僕が無責任だって言いたいのか。ああ、もうこれじゃいつまで経っても僕やだよ。みんな、そんなの。それはどうなの。冗談だって。それはないぞ。そんなこと言われたってよ。そんじゃ探しに行く組と残る組の二手に分かれる。それは反対だよ。行くなら全員でだ。俺の意見全否定じゃん。もういい、手を貸してくれって言ったが。じゃあな、俺は行くぜ。勝手な真似はよせ。邪魔するな。シュージさんもカイト君もいい加減にしてください。お、あ、葵くん、すっげえ。なかなかに勇ましい声だ。ここで言い争っていて何になるんですか。カイト君、シュージさんと喧嘩してもミュウちゃんは助からない。シュージさん、危険危険って言いますけど、危ないからってここにこもるつもりですか。そんなつもりは。ミユちゃんを探し出すのはもちろんですけど、元の世界に帰るための方法を見つけるためにも。こ、あれ、なんか急に葵の声。なんか切ったのはいいけど、葵恥ずかしがることなんてないわよ。いえ、あの、いや、あ、俺も。よし、それじゃ
ミンを助けに。なんかそういうのりで、確か昨日遊園地、ああ昨日会ったテントモンって遊園地の方へ、テントモンがキラキラしたとこ、キラキラしたところ、向かったのはほぼ間違いねえよ。あいつは昔から遊園地が好きだったから。それが突然見下ろしたところにできてるなら、キラキラの大きな輪があってさ。子供ってのはみんな漏れなく遊園、みゆきと春だって好きだろ遊園地。僕わかんない。嘘だろ。遊園地にいる可能性が高いことは分かった。じゃあみんな行ってらっしゃい。いやいやいや、君たちも一緒に来る。また？子供をさらうモンスターがいると分かっている今、君たちだけ残していくわけにはいか。そうだろう、みんな意義なしだな。そうそう。ところで遊園地への行き方って分かる？昨日電波塔の上から確認したから問題ね。方角的にはいつもの森から遊園、よし、森の中を通ればいいんだな。なあ、何？昨日のはその、ごめんな。おい、ダクマ、ハル。あ、ま、二人とも急ごう。お姉ちゃん、行こ。ずいぶん歩いてきたけど、昨日上から見たとき、つうか本当僕が間違ってると言いたいのか。そんな風には言って、でも万が一ってこと。森の中は、あの、そんなことをしてはぐれたりしたら、サキさん、だちょっと休憩する。んな時間はねえ。このペースだと。ごめんなさい、僕とお姉ちゃんが歩く。ごめんなさい。二人のせいじゃないよ、みんな。そうよ、カイトもドラクモンももう少し考え。そんなこと言ったって。ねえタクマ、本当にこのままで？そう言われると。一度別の道がないかどうか引き返して探してみる。いや、それはむやみに歩けばますます方角がわからなくなるか。でもこのまま歩いていって遊園地に着けなかったら。いや、こっちで合ってる。なんでわかるんだよ。勘言い切れるってすげえよ。逆にこうして無駄話をしている方がますます疲れることに。歩くペースは少し落とし。へいへい、わかります。修二さん、なんだか苛立ってるみたいだから。だな。まだ遊園地なんて全然。面白いものとかないかな。ねえ、ちょっと、さす、サキさん、顔色が悪い。サキ、さすがに休憩した方が。うむ、この先もまだ長いかもしれず。でも修二、いいから黙って歩け。修二さん、そうっすよ、みんなもう疲れがピークなんだし。休むのは遊園地に着いてからと思っていたが。Thank you.
僕、少しこの辺を見て。僕もこんな時にか。でも危険な、その間はみんな。へえ、それって私マグマはいつてな。はあ、幸い。うん、カイトも文句ねえよ。ああ、さき大みゆきちゃんとハル君もこっちで。うん、うん、起こしちゃったかし。いや、目を閉じたまま歩。よっぽどつ幼い二人かもな。過酷といえばロップモンのこと。シュージ、いいから黙って休んでろ。おい、え、もうついさっきこ、もう10、遊園地まではまだ距離があるみてえだし。カイトの言う通りだぜ。こんなペースじゃあっ、ロップも足痛いの治った。うん、僕も。シュージ、今度は。当たり前のことをいちいち言うな。どうしてシュージはいつも。心に余裕がない証なのだろうが。うん、シュージさん、みんな体力も戻ってきたみたいだし。もたもたしてるとミュウがどうなるかわかんねえ。そんなこと言わ、みんなさっ、道が見えてきたぞ。はあ、長い道のりだった。なるほど、あの木々の向こうに見え、あんなに大きな建物。あそこにミュウが待ってろよ。タクマ、タクマ、僕が昨日見たあれは観覧車って言うんだよ。なんだかカラフルな建物、見てるだけで楽しくなっちゃうのが。君たち、そ、チェ、ちょっとくらいいいと思ったんだ。ミノルくん、
カイト君の気持ちも考え。待ってろよミュウ。カイト焦ってんだろうが、ちょっと視野が狭くなると。わかっ、ミノ。まったく、ミノルよりも。お姉ちゃん、もうすぐ遊園地だよ。もうすぐ。ね、とにかくあともう少しで中にどんな奴がいるかわからないし、慎重。校舎と比べたら全然綺麗な。ロープウェイを見た時も驚いたけれど、なんだろう。え、どうし、遊園地って怖いところ。いや、遊園地そのものが怖い。こうやって見ると、まあね、無理はしなくていいんだぞ。俺が一番に入るね。よかったな、チケット代は払わなくていいみたいな。まったく、なんだ。それで、あら、あ、ええ。なもん、片っぽ。違いねえけど。とにかく、中は広そう。賛成！じゃあ。いや、ばらけてはまた何。そうか。とにかく、全員一丸となって動く。必ず。はーい、わかりま。ちゅ。修二さん。よし。こら、お前たち。え、侵入者め、ここから先へは通さないんだ。なんだの割には。なん、あ、あ、ち、違うのよ、違うので、何なんだてめえらは。お前たちは悪者だな。女王様の命令で排除する。ここから出て行って。悪者とか女王様とかは全然わかんない。しらばっくれてもダメだからな。待ってよ、僕たちは悪者なんかじゃないよ。だってお前たちは子供をさらう悪いモンスターって聞いてるよ。悪いモンスターをここに入れるわけにはいかないのよ。人さらいはすぐに。で、僕たちは一体何がどうなって。僕、俺たちはアルケニモンってやつにさらわれた子を探してここに来たんだ。ミュウって言うんだ。見なかったか。アルケニモン、あのドアクトーのことね。まさかここに来たのも。ついに正体を現したな。あんたたちはあいつの手下なのか。やっちまえ。いや、そうじゃなくて。ダメだ、話がか。そもそもそんなに大勢の人間の子供をさらって連れ歩いてるじゃないか。さらってないよ。いや、俺さらわれてねえし、こいつらは俺たちの仲間だし。いかにも、彼らは決して怪しいものでも。こと？え、どういうこと？ちょ、どうする、どうしよう。なんか始まったみたいだけど、とにかく。うるさい、うるさい。あんな小さい子供。そうだそうだ、あっちの二人なんて怯えて固まってるよ。え、僕たちのこと。こと？って、あれは怯えて固まってるんじゃなくて、あの二人のデフォルトなの。どうしたら僕たちが子供をさらってないって信じてくれるの。それを信じたら女王様が嘘つきってことになっちゃうじゃん。じゃ、聡明で無敵の魔法使いの女王様が嘘。あ、またお前、女王様に気に入られようと思って心にもないこと。だって気に入られないと石にされちゃう。あ、今
石にされるってもしかして何それ。だとしたら女王様の方が悪者じゃん。石にされちゃうなんて。こ待てよ、そいつ相手を石にするような力を持っているのか。そうよ、仲間の一人が石ころになったところを石にするも戻すも自由自在。ここにもそんな厄介な場。とにかくその女王様に合わせ。いやよ、お前たちに侵入されては私たちがどうなるか分かんないから。じゃあ俺たちが女王様を説得するなり、なんそれでいいだろう。どうしよう、いい機会かも。待ってよ、こいつらなんかに女王様がやられるものか。そうだす、大きな人間は悪者。こいつらは大きな人間だから悪者って。意義なし。大き体、大人のこと。いや、なあ、もうますますわかんねえ。くそ、そんなこと。とおい、いいから早く。とにかくここそういうことなら、はあ、俺とカイトの得。いや、冷静に話し合いましょう。そうよ、何でもかんでも戦えばいい。そんなこと言って騙そうとしてるでしょ。なんかこう獣同士でいい感じに話しつけて。できればそうしたい。たくま、どうしたらいいと思う？僕らが説得しても拉致が開かない。僕にできるか。私も手伝ってあげる。僕たちはタクマたちをさらってないし。そんな話信用できるか。だって本当のことだもん。昨日だってアルゲニモンと戦ったんだよ。アルゲニモンは逃げたけど、アルゲニモンの仲間は倒したぞ。みんな、あんなに悪いやつの仲間を。お前らもやっぱり悪者に違いないんだ。あ、くそ、もうこれ以上待てるか。仕方ない、全員で突破しよう。どうするの。あんないっぺんに来られたら。こうなったら女王様に報告よ。に、逃げてた。何だったんだ。わかんない。いいんじゃない、結果的に戦わずに。そうね、あの子たち。まあな。だがほっといていいのか。確かに、あんな変な奴らに構…わかった。中央ってことは位置関係が分かりづらいな。元の世界の遊園地だとさ、ミノル、いろんなキャラクターが歌ったり踊ったりパレ着ぐるみを着たキャラクターがわーっとお客さんを巻き込んで。お前たち、ここからは一歩も。それってああいう感じ。感じ、お前た、今度こそここから先は当然。覚悟しなさい。さっきは慌てて逃げて。あれは逃げたのではない。戦略的な、その言い方はおかしくは。修二さん、そんな真面目に。こら、動くな。ような動きをすれば。ん、あれって何。だからあれ、それだ。あのね、私たちは。そうよ、さっき言う。でもここまで追いかけてきたじゃない。え、僕たちはただ。だあ、これ以上話しても時間の無駄だ。いや、結構怯えてるじゃん。うるせえ。あんなちっちゃい子たち。負ける。
散々人をおちょくりやがって。